皆さんこんばんは。水曜ポンコツ TV です。今夜も始まりました。よろしくお願いします。音聞こえてるかな、大丈夫ですかね。入ってますか、入ってますか。あれ入ってるかな、マイクちっちゃいかな、大丈夫ですかね。水曜ポンコツ TV 今週も始まりました。よろしくお願いいたします。あれ忘れた、あれ忘れたんでちょっと出します。よいしょ、これこれ、いつもの、はい、これ始まりました。よいしょ、でもここに引っ掛けておきましょう。引っ掛かりませんね。はい、かここに置いておきましょう。水曜ポンコツ TV 今週もよろしくお願いします。大丈夫だよね、音聞こえてるよね。今日もツイキャスと同時進行でやっていきたいと思いますので、今ちょっとツイキャスも始めます。ポンコツ TV、こういうわけで、ライブ配信スタート。はい、ツイキャスも始まりました。はい、今日も2本立て両方でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、メガネマロさん音声大丈夫です。あ、よかった。ちょっとですね、なんかマイクの聞こえ、これの聞こえが悪いのかな。でも大丈夫ですね、聞こえてますね。今週も水曜ポンコツ TV 頑張ってやっていきたいと思いますので、1時間よろしくお願いいたします。今日はね、告知した通りですね、皆さん見てくれましたかね、告知。ゲストさんが来ることになっております。でも途中乱入ということになっておりますので、今しばしちょっとポンコだけなんですけど、お付き合いいただけると嬉しいです。何時頃かな、9時半ぐらいには来る予定になっておりますので、それまではね、私一人で我慢してください。あ、ランちゃんと小雪さんが入ってくれてる。こんばんポンコ、こんばんポンコ。あ、私読み上げにしてないんだ。これどうやってやるんだっけ、読み上げにしないとさ。あ、オンになってる。あ、音がちっちゃいのかな、読み上げが聞こえない。あ、音が全然出てませんでした。これで OK です。ツイキャス見てくれてありがとうございます。ポンコです。かわいいゲストさんは多分ね、9時半ぐらいから来るんじゃないかなと思いますので、ちょっともしばしお待ちください。まず最初のね、オープニング、皆さんオープニングから聞いてくれましたでしょうか。あ、CD がない、あった、よいしょ。またこちらザ・シックスさん、ヒトキングさんと、ヒトキングさん、私ひまわりで大変お世話になってる、ヒトキンさんの、バンドの曲を1曲目に流させていただきました。先週ね、1曲目と3曲目を流したんで、今回は2曲目を流しました。残像という曲ですね、聞いていただけましたでしょうか。佐々木さん、こんばんポンコ、こんばんポンコ、ありがとうございます。眠いのに見てくれてありがとうございます。坂田ブロックさんもだ、こんばんポンコ、ご飯もぐもぐしながら見ております、大歓迎でございます。酒のつまみに、ご飯のおかずに水曜ポンコツ TV 活用いただけると嬉しいです。嬉しいな、キャスいっぱい見てくれてる、ありがとうございます。結構、あ、こっちもユーストも上がってきましたね。これ多分ね、ゲストさんが来るとグッと上がると思うんですが、まあ序盤戦はね、まあ、最初30分ぐらいはまったりポンコ一人ですが、お付き合いいただけると嬉しいです。で今ね、1曲目ユーストリームの方だけですが、ザ・シックスさんの曲をかけさせていただきました。あんまり最初にかける曲とかの紹介を真面目にやってなかったので、これからやりたいと思っております。流してほしいよという方はですね、ウェルカムお待ちしております。最後の曲は何にしようか、まだちょっと今考え中です。というわけで、
最初はポンコ一人で30分間はお送りしたいと思いますので、ゲストさんが来るのを楽しみにお待ちください。で、今週のテーマ決まっております。これもちゃんとね、ゲストさんと相談して決めたんですが、今週のテーマ、今ユーストの方は下に見えてると思いますが、今週のテーマは冬までにやりたいこと、挑戦したいことというテーマで1時間お送りしたいと思っております。この間がね、秋の夜長にやりたいことっていう感じだったので、次はあの冬が来るまでにやっておきたいこと。秋っていろいろ忙しいと思うんですけど、あの秋だからやりたいというものよりは、冬支度も含めてね、こんなことやっておきたいのとか、いい季節に挑戦したいのとか、そういうことがあればぜひ教えていただきたいです。あの別にすごいことじゃなくても全然 OK です。ちなみに私はですね、冬までにやっておきたいことのまず一つ目が、衣替え衣替えがですね、だいたい10月でね、衣替えってするんですけど、全く進んでおらず、本当にもう着ねえだろっていう夏物はちょっとどけたんですけど、で、あのね、秋物ちょっとこういう、これもニットなんですけど、こういうニットも引っ張り出したんですけど、まあそれがこうね、部屋の隅に山積みになっている状態、見えないようになってますけどね、ここでは見えないようになってますけど、そういう状態になっているので、まずやりたいこと、挑戦したいことというか、やっておかねばならないこと、衣替えが一つ。あと、もう一個あるんですけど、ちょっとね、うち自分家のメンテナンスをすごい怠っておりまして、お風呂が壊れてます。給湯はできるんですけど、まあ、ちょっと一部壊れてる機能があるのと、お風呂が詰まってます。流れが悪くなってて、シャワーをずっと使ってるとね、詰まっちゃうんですよ。で、夏は別にシャワーだったんで良かったんですけど、これから冬になるにあたり、ね、湯船に浸かることがちょっと今できない状態になっているので、それをまず直したいなと。あとエアコンも壊れてますうちで、それも冬が来る前に、あ、実は夏はエアコン一回も使わなかったので、ちなみに扇風機も使いませんでした。なので全然問題なかったんですけど、冬が、なんか今年の冬は寒いんじゃないかという話を今日聞きましたので、その辺お家のメンテナンスも含めて、なんか超現実的なんですけど、全然夢のない話なんですが、その辺をちゃんとねメンテナンスしておきたいなと思っております。頑張ります。こんなことで大丈夫です。あ、そう、うちもねお湯張りがうまくいかないんです。そうなんですよ。なんかね、蛇口からお湯を出して自分で止めるっていう風にお湯は溜められるんですけど、何リッターとか設定して自動給湯っていうのができるんですけど、それが壊れててなんかエラーが出ちゃうんですよね。だからね、ぼーっとしてると溢れちゃうんで、そこを直したいなと思っております。そう、うちもねシャワーは大丈夫なんですけど、できれば冬も、もう夜が寒いので早く直したいなと思っております。こんな感じで大丈夫です。すごい、例えばなんか旅行に行くぞとか、海外行くぞとか、山登りするぞとか、そういうことじゃなくても全然いいです。冬までの間に水センサー壊れてる、あーそうなのかな、もうわかんないんで、お風呂もエアコンもまとめて、ガス屋さんに直してもらおうと思っております。詰まってるの直せるかどうかわかんないけど、とりあえず今週か来週ぐらいにはですね、もう連絡入れたので、業者さんが来て直してくれるんじゃないかなと思っておりますこんなね日常的なことで全然 OK ですので、ぜひ皆さんのね、冬まで、もうね秋はあっという間ですよ。もう10月ですから。ガスエアコン、あ、ガスエアコンじゃないんですよ。ガスエアコンじゃなくて電気のエアコンなんですけど、なんかわかんないんですけど、大家さんに言ったら、まとめてガス屋に直させますって言ってたんで、よくわかんないけどガス屋さんが来るらしいです。なんで来るんですかね、ガス屋さんが、わかりませんエアコンは電気のエアコンです。普通にピッてやつなんですけど、かなりボロいんで、ちょっといいのが
節電できるのがついてくれると嬉しいななんて勝手に思っております。ぜひ皆さんのね、冬までにやっておきたいこと、挑戦したいことなどなどあれば、ぜひメールチャットにてお送りいただけると嬉しいです。秋は早いです。もう10月も12日ですよ。10月12日、気がついたら1年があと11、12、2ヶ月半しかないんですよ。大変です。もう多分ね、あと1ヶ月経ったらね、最低気温がもう一桁になって大変なことになるんじゃないかという時期ですので、この短い秋の間にやっておきたいことぜひお送りください。あ、これじゃない間違えた。メールアドレスはこちらでございます。ポンコツ .tv@gmail.com までお送りくださいませ。お待ちしております。メールはもちろんですが、見てる方、ユーストリーム見てる方、ぜひチャットお入りください。そして、ツイキャス見てる方はガンガンコメントを送ってきてください。番組流れぶった切っていただいて結構です。ガンガンお送りください。お待ちしております。ユーストは下に今テロップで来ましたので、ポンコツ .tv@gmail.com までお送りください。これなんだか分かんないけど、ドットコムまでお送りください。よろしくお願いします。お待ちしております。そんなわけでですね、我がスタジオなんですが、結構ボロボロの状態でございます。お風呂の調子が悪いのは今年の春ぐらいから始まっておりまして、エアコンに関してはですね、もう 2,3 年壊れっぱなしという状態で、放っておいたんですが、まあまとめてね、せっかくなんで直してもらおうということで、昨日かな、お願いに行ってきました。やっとね、昨日今日が連休だったんですよ。久しぶりの、何ヶ月ぶりかの連休で、が取れたのでね、大家さんが、管理会社が水曜日がお休みで、ずっと行けてなかったので、ああ火曜休みだこれだとばかりに、管理会社行ったり、いろんなね、他にもね、気になってたこと結構あったので、あと、そう、いらない衣替えに向けて引っ張り出したいらない服を、服屋さんに売りに行ったりとか、そういうことを2日間やってました。あー、なんかちょっとすっきりしました。もう夏の疲れというか、夏のドタバタがずっとたまりにたまっていたので、まだやりたいこといっぱいあるんです。やっておきたいことがね、いっぱいあるんですけど、いやでもね、なかなかね、あっという間に季節が過ぎてしまうので、この秋を楽しむのも忘れずにいたいなと思います。やりたいこと、まあ今私が喋ってるのってやらなきゃいけないことなんですけど、なんだろう、やりたいこと、積極的にやりたいこととかってなんかあるかな。秋らしいものだと、冬が来るまでにやっぱり秋美味しいものがいっぱいあるので、なんか最近私、さつまいもとかかぼちゃとかってね、やっぱり秋が一番美味しいあれなんですけど、モデルさんは服いっぱいあるでしょ。いっぱいあるんですよ。そうなんですよ、服だらけなんですよ、大変なので。しかも私、私服と撮影用の衣装が全然こうリンクしないというか、私の私服で多分撮影会に行くと全然受けないかなっていう私服なので、これもそうなんですけど、こういうの着てってもね、あんまり受けないかなと思って、大好きなブランドなんですけど、あんまり、自分の服と撮影用の衣装が別なので、もう大変です。すごいことになっております。あ、村さんだ、村さん、こんばんぽんこ、こんばんぽんこ。私服気になる。あー、私服で激ゆるです。私激ゆるです。体型見えない服ばっかり着てます。なんかね、
ちょっと変なのが好きです。変わったの、変形してるのとかが結構好きですね。あー、今度、あ、でもダメだ、撮影会には私服ではいけない、モデルの服じゃない、私が着ているものは。あ、村さん、意外ですか。そう、なんか前はもっとこう、なんだろうな、タイトのミニスカートを履く、ブーツを履くみたいなのをやってた。別にやらなくもないんですけど、なんか最近結構ね、メンズを緩く着たりとか、あとサルエル、パンツもサルエルが好きだったりとか、スカートも膝上とか、膝上フレアみたいなのが履けなくなって、今結構ロング系が好きですかね。ロングワンピとかもロングワンピも大好きです。私もう1枚着たらもうそれで終了みたいなのが大好きなので、もう全然こうね、モデルさんらしくないというか、多分音楽関係絡みの方とかは私の私服を見てるのでわかると思うんですけど、そんな格好してんの、撮影の時はあんな格好してるのみたいなね、ちょっと意外な格好してるんじゃないかなと思います。村さん、昨日もあれですね、カモンさんの番組見てくれてたんですね。実は私ですね、ちょっとね、ちょっとお出かけしておりまして、ごめんなさい、見られませんでした。身内が見てなくてごめんなさい。というわけで、よいしょ、あと冬の間にやった、あ、そうだ、かぼちゃの話をしてたんだ、忘れてました。そう、かぼちゃの話をしたんですけど、なんかかぼちゃとさつまいもがちょっと最近気になるんですよ。なんか好きじゃなかったの、全然。だってあれってご飯じゃないじゃんみたいな、甘いってなんだよみたいな、芋のくせに甘いってなんだよみたいなのがあって、あんまりね、なんかね、さつまいも、そう、大学芋はおかずかご飯かみたいなのね、あるじゃないですか。私にとっておかずかご飯でいいじゃん、おかずかおやつかみたいな、あれは私はね、おやつにはおやつですね。あのかぼちゃの煮物とかさつまいもの煮物とか、あれも全部おやつです。あのおかずにはならないので全然興味なくて、で、あのでスイーツにしてもスイートポテトとかかぼちゃのプリンとか、なんかね、甘さにパンチが効いてない感じですかね、がね、非常にね、微妙で。あ、村さん、おやつ、やっぱおやつですよね。皆さんどっちかな、大学芋はおやつでも、かぼちゃの煮物とさつまいもの煮物、こう甘く煮たようなやつ、あれは私にとってはおやつですね。おかずにはならないです。やっぱりおやつ、やっぱりおやつですよね。そうか、やっぱりみんなおやつだな。で、かといって、そう、スイーツにしてもなんか甘さのパンチが足りなくて、私甘いものがもう超好きなので、しかもチョコとか生クリームとかシュークリームとかそういうのが大好きなので、ああいうこうお野菜系のおやつって、あー、天童の、わかる、天童のさつまいも嬉しくない、わかる、超わかります。あのね、もさもさするしね、わかります。私もね、天ぷらのさつまいもとかぼちゃ、そう、天ぷらもかぼちゃとさつまいもってあんまり興味なかったんです、全然ね。しかも糖質じゃん、糖質ってあんまね、なんかデブの元みたいに言われてるので、あんまり取らない方がいいかなとか思ってるんですけど、なので本当に興味がない2つだったんですけど、なんかこの間なぜかスーパーですごく安くなってたので、かぼちゃとさつまいものパフェみたいなのを買っちゃったんですよ。ついついちっちゃいこうカップのやつなんですけど、なんかそれを食べたらすごい美味しくて、え、かぼちゃさつまいもスイーツってこんなに美味しかったかなと思って、で今若干ちょっとね、興味が出始めてるんですよ。あのおかずにならないっていうところは変わらないんですけど、さつまいもかぼちゃのスイーツにも興味なかったのが、
あ、なんかちょっともしかするとありかもしれないなって最近思い始めてるので、あのやっぱね、秋口いっぱいそういうものが出るので、冬になるとねそういうのなくなっちゃうから、それまでに結構まあちょっとそういうお芋系スイーツを堪能しておきたいなってここ1週間ぐらいで思い始めました。かぼちゃのプリンに関しては、いつだったかな、多分5月か6あよ、お呼びがかかりました、ちょっとお待ちください。髪が乱れてます。こんばんぽんこ。もうすぐゲストさんがやってまいりますので、あ、もうすぐ来ますからね、待っててくださいね。あ、待って、鍵閉めてあんの。どうぞどうぞ。というわけでですね、そうなのよ、ソファーになったのよ。ではゲストさんいらっしゃいませ。ここがキャスです。はい、こんばんは。こんばんは。あすかちゃんが来てくれたよ。これこうしたらいいかな。お久しぶりです。どうもどうも。今日はお土産を買ってきて。お、マジっすか。あすかちゃん、なんとお土産、あー、朝日ライブした。あ、もうしかもなんかもうビールっていうだけでキュンキュン。第3のビール。私は麦とポッ、いいの私これで。全然。本当にキリンと悩んだんですけど。あ、もう何でも大丈夫です。あ、あすかさん、はい、こんばんは。だってありがとう。なんとあと偽装、イエーイビールです。ビール、私だけビール飲んでいいの？一応私もこれもビールのつもりです。あ、本当に。ちょっと待って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 、今ねちょっとね、はい、冷えたグラス持ってくるから。準備してたんですか？やっぱうちはいつもで。さすがですね。あ、こっちだとソファーが映るんだ。皆さんこんばんは。皆さんもお酒用意してください。はい、皆さんそろそろ、ね、乾杯タイムですからね。乾杯タイムです。マリオさん、こんばんぽんこ。こんばんぽんこ。イエーイ。ガンダムの話。いやいやいや、ガンダムの話しかできないことになってますよ。なんでなんでなんで、そんなことないよ。アスカちゃんが来たらガンダムの話って。あ、おばんです、小雪さん。本当、みんなさん来てくれて、うん、チャットも。夏目でしょ。ポンコさんも夏目だからな。え、なになに。ポンコさん夏目好きですもんね。大好きよ、夏目ラブだよ。めっちゃおつまみ出てきました。これが、これとこれも。あ、ありがとうございます。ね、食べじゃがりこ。そう、じゃがりこだよ。じゃがりこに。じゃがりこの蓋知ってます？みんなさんあるの。皆さん、じゃがりこの蓋ご存知ですか？え？じゃがりこには蓋があるんですよ。何ですかこれ。何このハイテクな。結構知らないでしょ？あ、ごっちゃん。ごっちゃん。あ、ほんとだ。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。そうなの、あのね、この蓋、じゃがりこに、こうやってじゃがりこって食べ残しちゃうことが結構ある。そんな時に役立つ。じゃがりこの蓋。じゃがりこの蓋。なんと宇都宮のドンキホーテで
30円で買いました。あ、とかわざわざ買うんですね。そう、わざわざ買いました。私もじゃがりこめっちゃ食べるから買いました。ではでは、ではでは、おではでは、かわいいグラス、どうぞアップシュートいきましょう。 KP キャスだと KP って言うんですよ。あ、そうなの？そうなの？知らなかった。皆さん KP を打ってください。皆さん乾杯タイムですよ。あ、じゃあこっち、どうしよう、入れちゃいましょう、入れちゃいましょうか。はいよ、皆さん早くお酒を準備してくださいねみんなでまた乾杯しますよ。毎週乾杯してる。だからあの、私が来るたびに飲んでないみたいな。え、いいと思います、いいと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。じゃあまずユーストの方から乾杯しましょうかね。はい、ではユーストの方乾杯、はい、いただきまーす。イエイ。そしてこれ邪魔やな。ツイキャスの方、ああ、わーい、乾杯、いただきまーす。いただきます。これ飲んでる間は無言みたいな。あ、飲むの早い、うま見てください、これ一気にこんなに減りました。はい、減りましためっちゃうまー。おー、あ、KP ありがとうございます。ありがとうございます。モンゴさんも入ってくれてます。これ天ぷらの煮物、ありがとうございます。すっきり肉じゃががあります。これ超みんなに見せたい。あ、天ぷらの話してて、天ぷら、あ、そう、たまたまね、たまたまなんですけど、たまたまです、全然たまたまです。さつまいもなしで。さつまいももちろんなしです。さつまいもとかぼちゃは私は家ではあげません。そうなんですね。あとそこに肉じゃががあるから、はい、乗ってきてこの箸を使って食ってください。なんかそんな食べちゃっていいんですか。あ、いいよ、全然。だってなんか食べないとさ、酔っ払っちゃうじゃないですか。ちょっとつまみながらいただきます。おお、え、みんなに見せてる、したい、うん、どうぞどうぞ、見せて見せて、見えるかな、見えますか、ユーストリームとか、あ、見えた見えた、肉じゃが、肉じゃがです。これ天ぷらの煮物です。肉じゃが超大好きなの。ほんと、めっちゃ食ってください、ぜひぜひ。みんな見える、見えるかな、肉じゃがです。あ、でもランさんもご飯食べてるか。あ、そう、ランちゃん、そう、今ご飯食べてるって言ってた。もぐもぐしながらということで、いただきます。あ、めっちゃ近くなっちゃう。いただきます。私も天ぷら食べよう。うん、うまっ。ちょっと辛いかも。全然、あ、その肉じゃがの辛いって何ですか？ん？そのなんか煮物とか作った時に辛いっていうの何ですか？辛い原因？辛いって何ですか？ん？辛い。辛い？辛いって言うんですよ。何？辛いってピリッとくるってことですか？あ、しょっぱいって意味のことかな。たまにしょっぱいのこと辛いって言う人いるよね。そうだった、うん、そう言われたことがあって、うん、私、え、辛いってなんだろうと思って、え、ピリッとすんのかなみたいな。でも私の今の辛いは、うん、ピリッと辛いの方の辛い、コチュジャンが入ってるの。あ、やっぱそうだ、ね、あ、みんな知ってる人は知ってるんだ。コチュジャン入れる、これちょっとコチュジャン入れるとコクが出てちょっと辛くなって、うんうん、私大好きなので、今度入れました、ぜひ。あんま入れるとね、うん、辛くなるからちょこっとがおすすめです。皆さんご飯食べてますか、飲んでますか。私たちの女子会に乱入してください、ぜひ女子会です、これも。というわけで今日はアスカちゃんと一緒にやりたいと思います。はい、やりたいと思います。あ、じゃがいも、じゃがいも。今日のテーマが一応ですね、冬までにやりたいこと、挑戦したいことというテーマでお送りしております。ツイキャスはですね、コインが続く限りやります。コインが切れたら終わりますっていうスタンスなんですけど、一応あの最初の30分はね、うん、あの10時になるまではやりますが、その後はコインが続くところまでやりたいと思っておりますので楽しみです。ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。あすかちゃん、なんかやりたいこと。そのやりたいことっていうのは今年の冬じゃなくてもいいですか。もちろんもちろんもちろん。私、うん、富士登山したい。冬に？
死んじゃうよ。あ、冬って言ってもそんなに、うん、雪が降ってるとか、うん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 、でまあ10月と11月の間、でも極寒じゃない？まあそれはまあいろいろ勉強してからやりたいな、死ぬまでにやりたい、死ぬ気で。待って待って、なんでそれを春じゃない？春でもよくない？なんかありきたりかな。まず春登ってみてからでもいいんじゃないの？もう最初からそこ行きたい感じ？最初からハードで、その後まあまあ、こう春もいいよね、いいかもねっていう感じで行きたいかな。あー、じゃあ他の雪山でちょっとあれだね、練習して雪山を知ってから行った方がいいかもね、うん、ですね、うん、富士山はきついだろうから。あー、あきちゃんにオニオングラタンスープ飲まれた。まずいよ、佐々木さん、だって玉ねぎでしょ。あ、オニオンか。な、まずいよ、オニオングラタン、オニオンになっちゃった。おいオニオングラタンスープ食べたらやばいですよ。え、犬って食べるとどうなの？玉ねぎ食べると死んじゃうんだよ。ハードプレイってなんだ。何ですか。何のことだ。登山のことか。あきちゃん、ダメですよ、玉ねぎ食べちゃダメですよ、死んじゃいますよ。毒になるんですよ。なんかね、犬の何かが良くないって言ってた気がする、猫は聞いたことあるんですけどね。あ、猫もダメなの？猫もダメです。ネギ類結構平気、本当に、マジで頑丈だな、あきちゃん。まあ、むしゃむしゃ食べたわけじゃないからね、うんうんうん、富士登山すごいな。やりたいんですよ。じゃああれだ、いろんな山、雪山を登って。でも秋ってね、景色も綺麗だからいいよね、うん、あー確かに、まあ、それはどの季節関係ないんですけど、うん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 。血液さ、そうなんか血液がなんかどうのこうのって言ってた気がする。犬に良くない、勉強になる、うん、あ、ビールが、あ、ビールって美味しい。ビールを飲みまくっておりますが、なるほど、結構あれだね、真面目な話だね。生がダメ、生がダメ、玉ねぎの生がダメなんだ。へえ、玉ねぎの生にすればいい、温めればいいのかな。どういうものそのまんまだ、みたいな。まあでも玉ねぎ生で食ったらあんまうまくなさそうだから、多分食べないんじゃないかな。ゲーってしますよね。うん、うん、うまっ。あ、いただいていいですか。どうぞ食べて。いろんなものが入ってるからなんだかわかんないけど、まいたけですか。いや、まいたけ全部食べていいよ。天ぷらの中で舞茸が一番好きですわ、ね。え、食べちゃったんですか。いいよ、私食べたから、うん、ありがとうございます、うんうん、めっちゃ美味しい。舞茸を見ると、うん、天ぷらそばが食べたくなって舞茸を買ってきて、天ぷらを揚げてしまいます。ほんこさんは食べて召してる。なんか食べたらいいじゃないですか、一緒に食べましょ。お酒も美味してね、そうだそうだ。私のやりたいことを、うんうん、ちょっとアスカちゃんが来るまで微妙に喋ってたんですけど、うんうん、なんかあまりにも地味すぎて、地味、うん、なんかやりたいことというか、やらなければいけないことのが多くて、うんうん、例えばまあ簡単に言うと部屋掃除とか、そうそうなんです、そうなんです、そうなんですよ、うん、衣替えもそうだし、うん、今から脱ぐところを見逃せない。脱がねえよ。誰が脱ぐんだよ。ガチャさんが脱いでくれるんですか。あ、多分ガチャには見えない、もう一人ヨシコっていうのがいるんですよ。あ、なるほど、あ、ヨシコか。そう、ヨシコここだ、ここだ、ここだ、ここ、ここ、ここ、おさっぴさんの席だから行くの。あ、そう。ここの裏だから、おさっぴさんの席。そこにヨシコ。あれ、さ、そう、来ないな、みんな今日来るって言ってたんだけど、そんな予定が、そんな予定はありませんよ。ありませんよ。ありませんよ。全然ありませんよ。いいじゃないから、かっちゃんさん。なんか、やらなきゃいけない、うん、ちょっと話したんだけど、うん、風呂を直す、エアコンを直す、うん、あ、それそういうことだったのか。そうだよ、衣替えをする、
っていう、この冬に向けてまず準備をしなければいけないもろもろ、あとはあ、扇風機のリモコンの電池をちゃんと入れておくとかなんかそういうね、冬自宅あ、今 P って書いてあった、あの P は今このかかってる曲が P っていう曲なの。バックグラウンドでかかってる曲聞こえる？この曲が P なんですか？ P っていう曲なの。あ、そうなんだ。そう、この曲名が P っていう曲なのね、村さんね。この村さん。かっこいい曲。かっこいいでしょ？かっこいい。これあのね、エイプスっていう、あのね、まああの、そのジョーカーさんとか、おさぴさんとかも知り合いで、うちの番組にも何回も出てくれてるバンドさんの曲なの。あ、そうなんですね。そう、そうなの、そうなの、そうなの。で村、あのそこに入ってる村さんはこのね、エイプスといろいろ深いつながりがある方で、その番組をね、多分東京から見てくれてる方なの。東京、え、東京なんですか？多分村さん東京ですよね、今ね。停電大丈夫ですか？あ、そうだ。そう。なんかすごいことになってましたね、停電がね。そう、埼玉の方のあのなんか発電所というか、なんかそういうところが送電施設かなんかだっけ？そうですが、燃えたの？なん、あれは一体なんだったの？あれ燃えてますよね。燃えてたんだ。そしたら、まあ東京の23区停電になってしまい、まあ復旧はし始めたらしいんですけど、まあ今日の夜どうなるかなっていう感じね。え、あれ、ケーブルが燃えた、燃えたの燃えたが違うんですけどもうね、日頃ね、打ち間違い結構さ、SNS とかで見るじゃないですか、普段この人たちこういう漢字をたくさん使ってるんだなっていうのがなるほど ねケーブルに燃えちゃったんですね。お、嬉しいこと言ってくれました。そういえばアスカちゃんはピタッと止まってくれて、取りやすいって。ありがとうございます。えらいじゃん、それちゃんとあれだね、ポージングは決められてるってことだね。え、ピタッとその止まるっていうのが、私みんなそうだと思ってたんですよ。うん、ピタッとって、みんな動いてるんですか？割とねフリフリフリって、ふにゃふにゃしてる子も結構いる。ふにゃふにゃ、なんかで一回止まるんだけど、こうかな、こうかな、こっちかなみたいな感じでふにゃ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 動いてる子結構いる。そうなんですか、うん、嬉しいことを言ってもらいました。自分でも聞いてないところ。よかったよかった。この間あれだね、里亀で撮ってくれたかな、佐々木さんね。本当に萌え萌えで復旧したので信号だけ回復遅れてた。萌え萌えモモンガさん、動いてるのを撮ってますって、どういうこと？動いてる人を撮ってるってこと？逆にそっちの方が撮りやすいって、撮りやすいって言う人もいるのかね。そうだね。あ、新宿行ったら停電して渋滞してた、だって。あ、随章さんだ。あ、随章さん、こんばんぽんこ、ありがとうございます。見てくれて、今日はね、可愛い子が一緒に見てくれておりますよ。ぜひぜひチャットで、絡んであげてください。きっと会う機会もいつかあることでしょう。あるといいですね。うん、きっとあると思います。お名前は聞いてるので。うん、そうだよね、そうだよね、はい、あれ、東京の俺はどんだけ戻ったんだろうね。なんかだいぶ復旧してきたとは言ってたけど、今、私が来る前にやっと煙がなくなりました。あ、そうなんだ。でも、ほとんどテレビでやってなかったんで、みんな状況がわからなくて、あー、なるほど。周りは結構パニックになっちゃったので。うわー、そうだよね。東京の人はもう夜も安心できない。一般家庭とかは、まあ最悪、まあ寝ちゃえばいい話だしね。コンビニが一日なくたってなんとかなるけど、もうさ、病院とかさ、公的な消防署とか24時間動かさなきゃいけないところがね、確かにそれは心配だよね。ああ、今日そっちの方行ってたんですね。なるほど。なんか、ニーザ？ニーザ？あ、なんだっけ？ニーザ、どこだっけ？
爆発したところ。あ、新座だよね。そうだよね、新座だと結構東京に近い、そうだ、豊島区とかに近い、池袋に近いところ。あ、随所さん週末伊勢島名古屋に旅行だって。いいなぁ、いいなぁ。伊勢はわかるけど島ってどこだろう。どこって言ったらここって言えばいいですか。なんか、え、何県何県。でも名古屋の方で最終的に名古屋に行くんだから、そこら辺付近ですよね。そこら辺付近かだと思います。そっか、ただよく聞くんだけどよくわからない漢字は。私も見ますね、名前は聞くけどね。バコで会ってますよって言ってるけど、バコに行ったことないよね、アスカちゃんね、多分ね。バコって何ですか。あの、ライブハウス、スタジオバコ。来たの、前回のピピ撮影会ライブをやったところなんだけど。おぉ、行ったことないよ。まあ、ないですね。そうだよね、それ多分ね、勘違いです。多分その時出てるモデルさんと随所さん、多分勘違いしてると思います、おそらく。似てる人がいるのかな。アメちゃん、アメちゃん、アメちゃんは言ってたけど、またアスカちゃんとは別の子ですよ。あ、メールが来てる。あ、新井旦那様。おお、お久しぶりです。お久しぶりです、ありがとうございます。読ませていただきますね。こんばんぽんこ&アスカンパーイだって。アスカンパーイ、イエーイ。前回は誕生日メッセージありがとうございました。そうなの、お誕生日の日だったんです。前回奥さんと同じなんですね。そうなの、そうなの、そうなのよ。で、ここでね、私が勝手に乾杯しながらおめでとうって言ったんですけど。そうなの、冬までにやりたいこと、自分の仕事のホームページを立ち上げたいと思ってます。あ、いいですね、すごいこう前向きで、すごいちょっと大きな話が来ましたね。あー、なるほど、ぜひ見てみたいですね。ねえ、ぜひ出来上がったら教えてください。三重県、三重県か、三重県か、島ね。え、伊勢、伊勢って三重じゃなかったっけ。島も三重なの。一緒なんですか、ガッチャ。なんか、ナスと日光みたいなもんかな。あー、わかんないけど、そんな感じじゃないですか。そんな感じなのかな。あー、福田さん、ありがとうございます。ガッチャ、ホームページ作ってるの。自分の作ってるのかな。すごい、ホームページ作るのはな、なかなかね。私は今のもう全然わからない世界なんですが、タグとか覚えるの大変ですよね。あの、これをこうするとこうやる、こうなるよっていうやつね。暗号みたいなやつね。全然わかりません、私も。そして、あ、カモンさんが入ってくれてる。このナスウェーブ2はカモンさんだね。カモンさん、お帰りなさい。遅くまで仕事お疲れ様でした。今日はアスカちゃんが来てくれております。あと、ランちゃんが自分の作品とかを載せるページを作ってる。あー、なるほどね。そっかそっか、自分のホームページを作ってるっていう感じですかね。ランさんもできたらぜひぜひ教えてください。見たいです。私はそういうことは全然できないので。バリバリやってそうですけどね。無理、ポンコさん無理です。超苦手です。あの、タイピングとかめっちゃ早いみたいな。あ、タイピングは早いんですけど、タイピングは早いんですけど、そのホームページを作るっていう、もうそのなんだろう、プログラミングっていう作業が全然わけがわからない、あー、やっぱこうパソコンにもあるんですね、こう苦手な、いいです。おどうぞね、乗せてくれるんですか。え、嬉しい、よろしくお願いします。あの、どうぞ好きにじゃんじゃん使ってください。何を使っていただいても結構です。別に許可いらないんで、お好きにお使いいただけると嬉しいです。ありがとうございます。あ、いつの間にかコンティニューになってた。わーい、ありがとうございます。ありがとうございます。この後のツイキャスはコインが尽きるまでやりたいと思います。
よろしくです。村さん家はね、東京でも東の方だったから停電大丈夫だったって。おー、よかったね。下町の多分方なんだよね、だから多分豊島区とかからは遠いから大丈夫だった。まあ全部が全部じゃないんだろうね、池袋とか、うんうんうん、あっちの方なのかもね。反対の側はあんまり関係なかった。なるほど。島半島は三重でした。あ、島半島っていう半島があるんだ。知らなかった。勉強になりました。知りませんでした。バカですいません、申し訳ないです。今日はなかなかバンド絡みの皆様が入ってきませんね。入ってくるように可愛い子が来るからって言ったんですけど、ちょっと開いて、あれなんだ、アスカが、もういいや。ない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 、そういうことは。もう飲むんか、もうやめてくれ。またポンコが飲んでんのかって思ってますけどね。先週も一人で飲みながら、とりあえずユーストリームを終わらせてから、んパソコンがポンコツで書き込めない。あら、最近カモンさんのパソコンあまり調子がよろしくないようですが、あ、スマホから入ってくれてるからナスウェブ3になってるんだ。なるほど。3になってる。3になってるよ。よく気づきましたね。このアカウント、カモンさんのアカウントで入ってるので、ナスウェブ1が私で、2がカモンさんのパソコンで、3がカモンさんのスマホだと思います、おそらく。すごい。はい、フォアは私で、フォアスカちゃん。結構冬までにやっておきたいと思うと、なんかいろいろ出そうと思えば出てくるんだけど、なかなかね、でも実際できるかと言われると、山登りも今年やろうと思ってもね、厳しいしね。ですね、うん、今から準備。うんうんうん。あとみんなで鍋とか。あー、やりたい。あ、そういうのいいね、いいね、いいね。もうバーベキューができなくなったから、うん、ね。あすかちゃんのメガネは伊達ですか？はいはい、さようでございます。びっくりされるんです。さようでございます。カモンさんがあすかちゃん可愛いと申しております。ありがとうございます。多分いつか会うこともあるでしょう。緊張。大丈夫かも。お写真見たんで、あ、怖い人じゃないの、うん、カモンさんがギター持ってこないだ初期スタジオでギュイーンってやってるのを、アスカちゃんにキラッと見せました。見ちゃいました。カモンさんは冬までならカモンスタジオの改装かなだって。えーうん、え、マジっすか。何を改装するんだろう。え、何を改装するんだろう、気になるな。スタジオがあるんですか。そう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 、カモンさんもスタジオがあって、そこで火曜日に番組を放送したりとか、まあ、その他もろもろ特番を放送したりとかしてるんですけど、なんだろう、何をするんですか。え、こたつ、うん、違うか、こたつ。こたつがあるんですけど、そう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 、めちゃくつろぎます。もうそのままこたつでいつも寝る、飲んで寝るっていう。お酒飲む人にはこたつやばいですよ。最高です。とりあえず高尾山あたりに登るとか。低いんですか。あ、わーって分かんない、登ったことないから分かんない。確かに。どんなもんなんだろう。レベルが高尾山って初心者なんですか。分かんないけど、名前も聞いたことあるんですよ。東京のなんか八王子とかのなんか向こうらへんそうだよね、確かね、そうだよね。そんな簡単にホイホイ登れるのかしら、高尾山ってよく知らないんだけど。でも富士山よりは簡単だよ、とりあえず。全然、うん、うん。それと大平山あたりから登ったらいいな。大平だけに、うん。大平飛鳥だけに、とりあえず立ち見て。筑波山は確かに手軽かも。皆さんそれって何基準なんですか。その簡単だろうとか。あ、多分行ったことあるからでしょ。あ、おそらく。そっかそっか、うん。筑波山
は多分手軽だと思う。私も車でしか行ったことないけど、ちゃんと道が整備されてる感じですよね。確かね、普通にこう、うん、ハイキングじゃなくて普通にこう坂道を登る感じで行ける気がする。それで来たんやきゃね、うん、那須岳とかなら登、那須岳登ったことある？な、那須の方とか。ないです、ないです。高校生の時にどこで登った、整備されてて、うん、そうそうそう、整備されてるからすごい快適で、こっちのモモンガさんが言ってる那須岳の方は、うん、結構岩山でゴツゴツしてて、あ、で木が茂ってないからもう日がガンガン当たるようなところで。そっか、なんかそういう風にいろいろ山の情報をもらえると、うん、あそこじゃあ登ってみようかなとか、うん、地元から攻めてみてもいいかも。多分レベル的、高尾山は私わからないけど、大平さん、筑波さん、那須岳だと思う。あ、登る登る登る那須岳は登ったことあるからな。押し入れスペースを広くしたり、水回りを直したり。水回り何を直すんですか？あ、洗面所が欲しいです。洗面所が欲しいです。カモンさん顔を洗うところが欲しいです。いや、泊まるときにね、トイレはあるんだけど、はい、洗面所がないの。お、そうなんですか？そうなの、うんうんうん、だからもうそのまま寝てるんだけど、水回り直すんだったらあの洗面所作ってください、お願いします。あの、一緒にペタペタやりますんで。ペタペタ、なんか、なんかこうね、壁とかね、わかんないけど手伝えることがあったらやりますんで。洗面所大事ですよね。そう、欲しい。女の人は特にメイクを落としたやつ、歯磨きもしたいし、そこで全部済ませたいんですよ。そうなの、そうなの、そうなので、台所とかだと洗い物があったりとかすると、ここで落とすのかみたいな、うん、なるからあの洗面台のボールが1個あればいいのでお願いします。一緒にやる。じゃあポンコさんのためにお願いします。え、洗面所、本当に洗面所、本当に洗面所作るんですか？うん、洗面所って書いてある。え、すごっ。マジっすか？じゃあ、あの暇があったら手伝いますので、ぜひキャンドルナイトまでに作りましょう、一緒に。よろしくお願いします。追翔さんは冬までなら息子に自動車免許取らせます。あ、自転車って言っちゃった。自転車免許、小学生だよそれじゃ。そして筑波さん、バカにすんなよ、結構大変らしいよ。だってそうなんだ。へー、またわけのわからないこと言ってます。あ、ごめんなさい、ポンコが顔がはみ出してる、すいません。チョモランなになに、あー、なるほど。こんばんは、すいません、ありがとうございます。あー、洗面所、洗面所お願いします。洗面所を祈ってます。あの、一緒に作ります。チャウスだけは大変だった。あー、チャウスだけ、ナスだけ、やっぱりそこそこ大変みたいですね。ナスだけ、旦那と息子が先週登って人がたくさんいたそうだ。え、そうなんですか。人気のある山なんですかね。あのね、登りやすいし、そこそこ登った感がある。あ、そうなんだ。結構大変。ランちゃんの言ってたのは中学生だから割と簡単に登れたのかな。若いから体力的。そう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 。今の体力じゃちょっと厳しいかな。確かに。私も那須岳に登ったのは高校生ぐらいの時で、しかも5月とかにいたんでめちゃめちゃ暑くて、うんうん、日陰がないんですよ。岩山だから。あ、はい、でしかもなんかずっとこうなんかなだらかなとこがうんうんうん続いて、うーって高くなったとこに登って、あ、ここ頂上なんだふーみたいな、そうそうそう、景色はいいんだけど、うん、感じだったので、ふー、若いな。そう、私まだね、ちゃんだな。そう、若かったから余裕だったなと思ったけど、うん、あ、まあね、じゃあ簡単なところから練習しましょう。練習します。練習して、いつか富士山に、富士山に、冬の富士山に登ってご来光。あ、やりたいね。
洗面所の床もやばいんだよ。始めると大変だと思う。あ、洗面所の床もやばいんだ。一回こう剥がすんですか？だと思う。あのね、カモンさん家のスタジオの床が結構プカプカしてて、おあのふにゃふにゃになっちゃってるので、多分それを一回全部剥がして貼り直して、で多分その洗面所の配管とかも引き直す感じですかね、下手すると。え、そこまで多分っていうのをやって、あのね、カモンさんただのスタジオだから生活してるお家とは別なので、そう、ただトイレはないと困るからってトイレもカモンさんが全部直したんですよ。お、すっごい。そう、床も張り直して、うんうん、なんか一から全部なんか壁とかもね全部やったんですよね。だから多分そのノリで洗面所だと思うんで、そのノリで、そう、そのノリでだから結構大変だと思います、おそらくね。素人さんは配管からだと後から漏れたりすると大変なことになります。トイレは全部そう剥がして直したの。和式だったの洋式に直したみたいなことを言っていた気がする。へー、大変そうだけど楽しそうね、うん、ぜひカモンさん一緒にやりますので洗面所を作りましょうそしたら女の子が喜んでたくさん泊まりに来るかもしれませんね。洗面所欲しいよね。そうです、欲しいです、欲しいです、よろしくお願いしますランちゃんが、あ、すごい、結構筑波山ルンルンで登り降りした記憶が、小さい川みたいなのあったりして途中は結構楽しめましたって。へー、すごい。やっぱ若さですかね。若さですね。すごいね。すごい。ランさん結構体力あるんですよね。あー、遅いのに、ま、すごい。体は多分弱いと思うんですけど、体は弱い。ある気がする。ま、結構こう参っちゃうことがあるってこと？なんかちょ体調が悪くなることはあるけど、体力はあるってこと？そうそうそう。あー、気がします。なるほどなるほどなるほど。なイメージ、なイメージです。というアスカイメージだそうですが、いかがでしょうか。合ってるかな。あ、ごめんなさい。もともと洋式だったそうです。トイレはごめんなさい。嘘つきました。和式にさせちゃいました。だけど床が落ちてたんだって。すごいよね。すごい。そう、床を作り直すっていう、しかも、カモさん大工さんじゃないからね。ですよね。全然本職違うから。すごい。うんうん、体調は崩し、あ、そうなの、体調崩しがちなんだね。確かになんかこの間もなんか調子悪いってなんちゃん言っていたような気がします。わお、そうなんだ。うん、まずい。とりあえずそろそろ、はい、ごめんなさい、今しらたきを食べてますそろそろユーストリームが終わりにの時間になったので、うん、あのツイキャスは恋が続く限りやりますが、はい、ツイキャスユーストは一旦ですね、10時になりましたので、うんうん、わかる、頑張ってください。佐々木さん、山に登りましょう一緒にいいですね。まず5階まで登れるようになりましょう。頑張りましょう、頑張りましょう。というわけで一旦ユーストリームの方はですね、締めたいと思いますので、今週に迫りました大平アスカプロデュース撮影会についてアスカちゃんから急ですね、はい、もう最後告知タイムだから。あ、そっかそっかそっか。というわけで私はここでねスライドショーを流してますので勝手に、10月の16日日曜日、大平アスカちゃんがプロデュースしてくれた PP 撮影会が、行われることになっております。結構いろいろね告知はしてるんですけれども、まだ、カメラマンの方募集しておりますので、本人からねいろいろ心意気などなど、ちょっと言っていただければと思うんですが、はい、はい、とりあえず10月いっぱいであの PP ちょっとお休みになるので、あ、 PP モデルとしてお休みになるので、はい、まあ、今回プロデュースさせていただいたんですけど、はい、とにかく PP 撮影会はカメラマンさんと試行錯誤しながらできるっていうことをまずこう新しく来た人にも教えたいし、これからも、あ、 PP 撮影会やっぱ楽しいなってカメラマンさんに思っていただきたいので、はい、そのワクワクするような
いろんなジャンルを入れて、うん、衣装にもこだわってやっていきたいなと思います、はいはい、というわけで、アスカちゃんがプロデュースしてくれた撮影会がですね、今週の日曜日行われます、ぜひまたですね、まだカメラマン募集しておりますので、来られるよっていう方はポンコツメール、さっきのポンコツメールでも OK ですし、Facebook とかつながってる方はそちら、これでも OK ですし、ぜひ、いろいろ、まあ、SNS、Facebook とを使って連絡取っていただけるとありがたく思います。よろしくお願いします。で、キャスに入ってくれてるですね、姫宮蘭さんが今回ね、はい、ゲストモデルさんとして参加してくれることになっております。なかなかね、ないコラボだと思いますので、はい、ですね、この機会にね、はい、遊びに来ていただけると嬉しいです。こんな感じでね、2人の赤ずきんちゃんに合ってたね、これね。すいません、今ユーストで2人の、洗剤をちらりと流しておりますが、結構ね、まあ、それぞれモデルさんの個性も違う3人なので、そうなんですよ、いろんな写真が撮れるかなと思いますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします。今ね、ごめんね、告知してたんだけど、新井美和さんからメールが来たので、おー、ちょっと読ませていただいてからエンディングという形にさせていただきたいなと思います、はい、ポンコさん、アスカさん、こんばんは。こんばんは。私は3月にマラソン大会に出る目標を立てました。10キロだって、10キロ、すごーい。まず体力作りでウォーキングを始めました。そしてダイエットもしないと、ということで、すごい、そのね、目標立てたっていう姿勢がすごい。全然やってない、そういうの。すごいな。10キロ結構ですよね。私10キロ走れないと思う。だってマラソン走るんですもんね、うん、そうだよ、走るんだよ。ウォーキング大会じゃないですよ、ね、そうだよ、ウォーキング大会じゃないんで。歩くんならね、歩けるけどね、うん、すごい。一気にやるとね、体にくると思いますので、特に女性は膝とか壊しやすいっていうことなので、まずはね、その本当ウォーキングから始めるっていうのはすごくいい順番じゃないかなと思いますので、美和さん、ぜひ春に向けて冬のトレーニング頑張って、応援しております、というわけで、次のイベントは10月の16日ピッピー撮影会、アスカちゃんがプロデュースしてくれました、まだ参加者募集しておりますので、来られる方は、この人とかどうなんだろうね、ココちゃんさん、ね、ね、踊り子風やりますよ。そうですよ、来てください。よろしくお願いします。あ、カモンさんが早速コインをくれました、コインが続く限りツイキャスは今夜は行きたいと思っておりますので、今ユースト見てる方もね、よかったらツイキャスの方を移動して、この後は飲みます。飲みます飲ませていただきます。これ一回番組切ったら、私もう一回おつまみ作り直してくるので。本当ですか。はい、ほら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 、ランちゃんもかっこいいドレスだって。あ、もうドレス見たいねー。カメラマンになりたい。カメラマンでこれにしたいなねー。ぜひ来てください。ポンコはおまけなんで。いやいいんです、私は。カモさん来る、来ます、明日休みでしょ、来ます、遊びに来てください、よかったら。待ってますよ。というわけで、一回、ユーストの方は閉めて、はい、でキャスになるとね、一気にやる気がなくなりますので、ただの飲み女子会について来てくれる方は、ぜひユーストリームからツイキャスの方に移動していただいてね、はい、私とアスカちゃんのコインが続く限り行くようなグダグダ女子会にお付き合いいただければと思います。お付き合いください、というわけで、今言ったメールも大丈夫かな、メールも OK だし、たまにね、 Facebook にねコメントを入れてくれる方がいるので、そこだけ確認したいと思います。
大丈夫ですね、来てないので、では最後、あ、ごめんなさい、ちょっと。じゃあ最後何しようかな。やっぱりまたザ・シックスさんの曲を流しましょうかね。なんかね、このね、水月っていう、また最後にね、はい、この毎週流してるザ・シックスさんの曲を流すんですけども、エンディングにすごくちょうどいい曲ですのでね、今日はお月様も綺麗です。水月って月じゃないんだけどね、6月って意味なんですけど、水月だからなんですけど、まあ、ゆっくり聞きながら、今日はユーストリーム終わりにしたいと思います。次回水曜ポンコツ TV は10月の26日を予定しております。誰が来るのか来ないのか、どこからやるのか全然決まっておりませんが、とりあえず26日の夜9時から水曜ポンコツ TV やる予定ですので、ぜひまた見てください。よろしくお願いいたします。では最後は水月を聞きながら、一発芸やらないよ。それはあのほらユースト閉めてからにして、ユースト閉めてもやらないけど、というわけで今週もありがとうございました。あすかちゃんもありがとうございました。じゃあこの後はツイキャスでグダグダ女子飲みやります。暇な方は遊びに来てね。はい、ではまた26日にお会いしましょう。バイバイ、おやすみ。